しわっただ。もう。ぎはここにするか。いつもと違う匂いがするぜ。と敵か。すぐに片付ける。レフリーを召喚、天空戦。今のうちだぜ。
行くぞ。あいつメイク任せろ。行くぜ。悪龍の方法。行くぞ。アイスメイク任せろ。アイススプリンガー。行くぜ。英龍の斬撃。白龍の鉄拳。天神の。これで決めます。最強だ。負けはしねえ。と、さあ逃げるなら今のうちだぜ。いただいた。と、さあ逃げるなら今のうちだぜ。よし、
俺たちの勝ちだ。敵か、すぐに片付ける。アイスメイク、コーンドリクスタイバー。白竜の鉄拳。物足りねえな、もう一丁いくか。敵か、すぐに片付ける。天竜の波下ろし。やった。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。天竜の波下ろし。私たちの勝ちだぴょん。なんて、やれやれ、お出ましか。メイクカンバー。よし、俺たちの勝ちだ。と、よし、行くよ。メイクハンマー。よし、俺たちの勝ちだ。と、さあ、逃げるなら今のうちだぜ。天竜の崩壊。アイスメイクハンマー。どうしたよ、こんなもんか。こりゃ手抜けそうにねえな。行くぞ！
任せろ。アイスプリンガー英雄の行くぜ。白竜の実践行こう。あいつ任せろ。コンドイズスカイバー行くよ。英雄の斬撃天神のフォリアス。すごい。妖精に導かれし光の川よ、照らせ。ジャナル牙を滅するためにフェアリークリッター。アイスメイクアイスブリンガー。どうしたよ、こんなもんか。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。帰ってきたか。頑張っておるの。調子いいみたいだね。かじっちまうぞ。おいおい。キャッハー。
メン。何？やあ。ああ。うん。そうか。帰ってきたか。頑張ってね。行き先はここにするか。何が出てくるか。アイスメイク、アイスブリンガー。へ、楽勝だぜ。と、敵か。すぐに片付ける。アイスメイク、フロア。どうしたよ、こんなもんか。降りかかる火の粉を払うのに。アイスメイクハンマー。エリューのシャドープレス。誇る気にもならない。ここは私に任せたまえ。アイスメイクハンマー。すぐ回転。他の方。当然の帰結だ。と、敵か。すぐに片付ける。アイスメイク、アイスブリンガー。紳士の全部タッコ。英雄の斬撃。誇る気にもならない。やれやれ、お出ましか。アイスメイク、アイスブリンガー。紳士の全部タッコ。抜かぬ太刀の方。安い賭けをしたな。ここは私に任せたまえ。アイスメイクフロア。へ、楽勝だぜ。
ここは私に任せたまえ。アイスメイクハンマー、紳士の全部タッコー。抜かぬ太刀の方、武器を収めよ。勝敗は決した。帰ってきたか。さすがだね。バッチリですね。待てい、俺と勝負しろ。何言ってるの。Thank you. はい。なんだと？
帰ってきたな。頑張ってね。どこに向かうか、ここに行こう。普段と違う気配がするな。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。カット、行くぞ。ペンタグラムソード、我々の勝利だ。油断するな、強い力を。切られたいものからかかってこい。カット、行くぞ。ペンタグラムソード、抜かぬ太刀の型。安い賭けをしたな。すぐに片付ける。カット、行くぞ。ペンタグラムソード、英雄の応答。勝利はいただいた。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。カット、ミニティーソード。すぐに片付ける。カット、ミニティーソード、たあいもない。降りかかる火の粉を払うのに。月戦、英雄の応答。ゴーマ、ケツラ戦。カント、天輪の鎧、アプレスオード、我々の勝利だ。降りかかる火の粉を払うのみ。
月戦。さて、抜かぬ太刀の方。白龍の鉄拳。俺たちは最強だ。負けはしねえ。帰ってきたな。男だな。負けられんな。もっといけるだろ。ねえ、邪魔をするな。そうか。うん。すまなかった。素晴らしい。よう。クロム様。何？うん。慈悲。あ？クロム様。
ああ、それはどこに向かう。どこに向かうか、ここに行こう。注意して進むのだ。うん。
はいただいた。帰ってきたな。よくやった。さすがだね。待て。待てい。私のとっておきを見せてやろう。どこに帰ってきたか。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。やっ！敵か。すぐに片付ける。
抜かぬ太刀の方。当然の帰結だ。火の粉を払うのみ。決戦。やっ、切られたいものからかかってこい。決戦。我々の勝利だ。よし。帰ってきたな。その調子です。やったね。魚何匹買えるかな。どうかな。うん、そうか。してくれよ。グレー様、ジュビアと結婚してください。うん、
どこに行くか。帰ってきたぜ。ここに行くぞ。よし。ありがとう。うん。ごめんなさい。さて。火の粉を払うのに月戦たあいもない。すまねえ。ありがとう。
おお。すまない。おお。どこに行く？ありがとう。帰ってきたな。さすがだね。やるじゃん。ほどほどにしてくれよ。俺の服どこ行った？よし。ああ、うん。そうですね。
うん、ありがとう。どこに向かうか。帰ってきたな。頑張ってね。どこに向かうか。ここに行こう。注意して進むのだ。いや。何？
ほー、うん、大魔党演舞で優勝し、フェアリーテイルはフィオーレ一のギルドに返り咲く。以前のように仕事がいっぱい舞い込むようになり、私たちは忙しい日々を送っていた。ある時、聖天大魔道ウォーロットシーケンから氷漬けになった村を助けてほしいという依頼を受ける。村の名は太陽の村。永遠に燃え続ける炎を守護神としている。グレイが村を包む氷を作り変え、夏が消えた炎に火を灯し、なんとか村の人々を助けることができた。しかし、この事件は始まりに過ぎなかったんだ。村を凍らせた犯人はタルタロスという闇ギルド。奴らは恐るべき計画を実行に移そうとしていた。タルタロスのテンペスターが元評議員を襲い、その場に居合わせたラクサスが撃退する。でもテンペスターは自爆し、ラクサスは落札たちはどうなんだ、無事なのか。おい、なんとか一命は取り留めました。でもかなり魔性粒子に侵されていて、もともと少量の摂取でも命が危険な毒物なんです。完全に回復するかどうかは。魔性粒子、確か空気中のエーテルナノを破壊して魔力欠乏症や魔性病を引き起こす物質。それは魔導士にとっては命取りになる。敵はタルタロス闇ギルドだ。評議員を皆殺しにし、元評議員も襲っている。ラクサスは元評議員の矢島さんをかばって魔性粒子を全部吸い込んじまったらしい。タルタロス、じっちゃん、戦争だ。敵はタルタロス、オラション・セイス、グリモア・ハートに並ぶバラム同盟の一角。しかし、わしらはその二つを撃破してきた。タルタロスも同じように我々を敵に回したことを後悔するだろう。仲間がやられた、それは自身の痛み。仲間の流した血は我が体より流れた血と同じ。この痛みを、苦しみを闘志と変えて敵を撃て。我らは正義ではない、我らは意志で動く。我らが絆と誇りにかけて家族の敵を駆逐する。タルタロス、目的もわからんが、本部の場所は評議員ですらわからない。一つわかっているのは、狙いは評議員ってことね。現評議員だけでなく、元評議員まで狙ってる。だったら元評議員の家に行けば向こうから来るってことじゃねえか。しかし元評議員の住所は秘匿情報、知る者はいない。なんで？住所知られたら悪者が報復に来ちゃうでしょ。手詰まりか。いいや、そうでもないよ。元評議員の住所は僕が知ってる。なんでロキさんが知ってるんですか？それはね、女ね。私たちの担当は元評議員のミケロさんね。タルタロスが襲ってくる可能性があります。しっかり準備していきましょう。任せたぞ。
ここが元評議員のミケロの家だな。誰じゃ。フェアリーテールです。タルタロスがあなたを狙っています。しばらく身の回りを警護させてください。守ってやる。つうか守らせろ。気持ちは嬉しいが、はっきり言って迷惑じゃよ。だいたいどうやってうちの住所を。まあまあ、同じ猫仲間じゃない。誰が猫じゃ。あの、狙われる理由について心当たりはありますか。ありすぎてまとまらんよ。わしらに恨みを持つ連中は闇ギルドだけじゃないしね。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。思い当たる節はないの。いや、待てよ。まさかフェイス。全員伏せろ。あら、全員ぶっ飛ぶ思たんやけどな。現評議員みたいに。タルタロスか。誰やわれ。フェアリーテイルの夏だ。始めるか、メイフガリオ。ガリーのデッカーン。バクッ。グレン・ホーウォーカーン。俺の呪法は、触れたものを爆弾に変える力。ガリーのデッカーン。お前おもろいやんけ。な、一つ言っておくことがあるわ。俺の呪法は、触れたものを爆弾に変える力。お前、俺に何回触った。ガリーの絶対。お前も学習能力のないやつやな。また俺に触りよったか。コツはつかんだ。コツ？ふん。カオン。クヤいんだ。ないわ。ないない。ありえへんって。私に届くか。ありがとな。白竜のホーリープレス。
俺たちタルタロスが使うのは魔法じゃねえ、銃砲。魔法の上位に存在、魔導士ごときには勝てんわ。爆破と、グレンフォーワーカーン、白竜の方向。扉アクエリアス、おーれー、ハーリー、クソカリューの猛攻、ペンギンの方向、やったー。人間ごときが俺ら悪魔に上等くれとんじゃねえぞ、こら！悪魔？お前らみんな悪魔なのか？ほらべ！人間ども！それがお前らの戦う理由か？俺たちは違うぞ！傷つけられた仲間のために戦う！敵は人間でも悪魔でも神でも何でもいい！力を貸してくれ！ラッサス！ライエンリューのゲッター。強敵だったわね。夏でも相打ちで精一杯。いや、勝っただそうです。倒したんだね。なんとか情報を引き出さないと。いや、ほんま参ったわ。ここまでされたんは初めてや。悔しいわ。すまん、教官。せめてこいつらを道連れに。落ちるわ。自身や死んでも止まることはないわ。地獄で会おうや。どうすれば、このままじゃ町が。そうはさせないぞ。ハッピー、ハッピー、早く逃げて。オイラたちはお前らなんかに負けないぞ。ジクシャで差し上げました。タルタロスか。人間の書く物語など退屈ですわね。私が物語を紡ぎましょう。悪魔の物語を。来るぞリサーナ。エルフ兄ちゃん。違うんだ、体が勝手に。何をした。やめろ、今すぐやめるんだ。悪魔の物語に慈悲という言葉はありません。くそー、よせ。俺の体を勝手に。リサーナ、しっかりしろ。リサーナ、
もうやめてくれ。頼む。人間が悪魔に物を頼むとき、それは悪魔に魂を売るときですわ。あなたは私に魂を売りますの？ミケロさん、話してください。世界中でこうして街が襲われてるんです。シロキーさん、フェイス、わしは何も知らん。本当に何も知らん。フェイス？フェイスは表銀が保有する兵器の一つ。兵器だ。表銀がなんでそんなもんを。で、何なんだよそのフェイスってのは。魔導パルス爆弾。大陸中すべての魔力を消滅させる兵器。大陸中の魔力を消滅？それじゃ全魔導士が魔力欠乏症に。それだけじゃない。タルタロスの使う力は魔法じゃなくて呪法だとか言ってた。全魔導士が魔法を使えず苦しむ中で、タルタロスだけが自らの力を使える世界。それはどこにあるんだ。奴らより先に俺たちがぶっ壊してやる。知らんのじゃ。本当に封印方法は三人の元評議員の生体リンク魔法だと聞いたことはあるが、その三人が誰なのかは元議長しか知らない情報じゃ。生体リンク魔法、三人の命が封印を解く鍵ってことは、タルタロスの目的は。情報を聞き出さなくても元評議員を全員始末すればフェイスが起動できてしまう。いただきます。いいパルファ香りですね。クロフォードさん、早速ですが、私たちはタルタロスを止めるため、まずフェイスを破壊しようと思います。その保管場所をお教えいただけないでしょうか。元議長でも知らない情報を奴らはどうやって手に入れたのでしょう。ならば生体リンクでフェイスを守る3人の元評議員を教えていただけませんか。私たちが全力でお守りいたします。そんな。本人も知らない。ではタルタロスは本当に元評議員を皆殺しに。どうやらお出ましみたいね。家を包囲されている。足音、20人はいる。来るぞ、見ろ。斬られたいものからかかってこい。フォトンスライド、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。カズオ、行くぞ。レンタグラムソード。片付いたか。さすがエルザね。それにしても妙だ。エルザもそう思った。
元議長という最重要人物を狙ってきたにしては手応えがなさすぎる。どう見てもただの兵隊だ。エルザ、どうしたミラ。私、ミラ、さすがです元議長。一度ギルドにご帰還ください。どうしたの夏、急に。急げハッピー。どうしたのナイツ。くそ、なんで気がつかなかったんだ。誰も現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのこともタルタロスはなんで知ってんだ。誰かが評議員の情報をタルタロスに流してんだ。誰かって。わからねえけど、評議員全員の情報を持ってる偉いやつ。エルザ、ミラ、いないね。いや、二人の匂いが少し残ってる。何があったんだ。ここハーブの匂いが強いね。この匂い、睡眠薬だ多分。もしかしてエルザとミラは眠らされて。くっそー、元議長はタルタロスの仲間だったんだ。だからフェイスのことも元評議員の住所もタルタロスに知られた。エルザとミラは捕まっちゃったのかな。必ず見つけ出す。ドラゴンの腹を舐めるなよ。目が覚めたかな。これは、ようこそタルタロス。タルタロスだと。ミラは、元議長は。元議長は我々の同志だ。計画成功後に再び評議員の議長となるだろう。そなたらは元議長の罠にかかり我々に捕獲されたというわけだ。バカな、元議長が裏切るはずなど。無駄な抵抗はよせ。その拘束具は魔風鉱石でできている。繋がれている間はいかなる魔法も使えん。ミラは、私の仲間はどこだ。殺してはいない。コナタの下僕にするためにこれから肉体を改造する。やめろ。そうわめくな。そなたには聞きたいことがある。ジェラールの居場所だ。そなたらが親密な関係なのは知っている。なぜジェラール。どこにいるか言え。コナタの魔は人の感覚を変化させる。そなたの痛覚は今極限まで敏感になっている。言え。知らない。フェイスの封印を解くため我々は元評議員を皆殺しにするつもりだった。だがようやく封印してる3人の元評議員の名が判明したのだ。うち2人はすでに死んでいた。残る1人は。まさか。ジェラールが死ねばフェイスの封印が解ける。そんな。おっと、少し口が滑ったな。これでは知ってても教えられんか。知らん。本当にジェラールの居場所は。ジェラールの居場所を言えばミラジェーンを返そう。言わねばそなたもミラジェーンを死ぬ。本当に知らないんだ。頼む、ミラを助けてくれ。そうか、もう少しコナタを楽しませてくれるのか。
三人の封印者が判明したのですか。そうだ、元議長のスーパーアーカイブはすごい魔だと認めざるを得ない。ではこれ以上無駄な殺生はせずに済むのですね。三人のうち二人の封印者は今までの標的の中にいた。残る一人はジェラール。こいつを見つけ殺せばフェイスは起動する。フェイス、魔導パルス爆弾、とても恐ろしい終末の兵器。しかし我々にはそれが必要なのだ。ええ、分かってます。ジェラールさんは見つかりそうなんですの。エルザ次第だな。教科様は口を割らせるのは得意ですものね。そなたのマクロを使う手もあるが、それでは面白くない。それよりもフェアリーテールにこれ以上邪魔はされたくないな。そこはお任せを。妖精の最後にふさわしい物語を用意しております。来いセイラ、久しぶりに可愛がってやる。教科様。ここで間違いねえ。元議長の匂いがする。エルザとミラを探さなきゃ。やってやる。
っしゃ、行っちゃ行くか。グレン・カリュウくん、侵入者。お前、タルタロスの人のギルドで好き勝手やってもらっては困るな。あたりの温度が下がった。寒いよ、ナイツ。お前だな、太陽の村の氷を溶かした。お前があの村を凍らせたのか。いや、感謝してるぜ。あのままじゃ罰が悪かったしな。どうやら俺の勘違いであの村を凍らせちまったらしいんだ。お前、なんだか知ってる奴の匂いに似てるぞ。グレイ。ナイツ！汚らわしい名前を出すな。みんなに伝えなきゃ。猫はどこ行った。まあいいか。夏、起きて夏。うん、ああ、リサーナ、ここお前も捕まっちまったのか。うん、全然覚えてないんだけど。ここにはエルザとミラもいるはずだ。なんとかして助け出さねえと。エルザとミラネーも？どうしよう、多分エルフ兄ちゃんも捕まってる。私たちがこんなに次々やられてくなんて。今回の相手、今までとは全然違う。違わねえ、必ず勝つから。まずはここを脱出するんだ。ナッツ、無駄だ。お前、立場上逃がしちゃやれねえが、差し入れだ。水？冷たい。おい待てよ、お前何者なんだ。ナッツ、あいつグレイと同じ匂いがするんだ。ナッツ、まさか。チックショー。あの火の玉と青猫だけは許さへんで、必ずぶち殺したる。やかましは。誰やお前。これが今力がみなぎっておる。新たな仲間っちゅうわけか。
本拠地見つけたよ。ハッピー、エルザとミラが捕まっちゃって、元議長が裏切り者で、夏まで、おいら落ち着きなさい。夏も捕まってる。助けたかったけど、オイラ一人じゃいって思って、オイラごめん。ハッピー、今は自分を責めるな。アジトの情報を教えてくれ。あいつらのアジトは移動してるんだ。変な四角い島みたいな。ハッピー、大体の場所と向かってる方向はわかる？オイラ向こうから来て、あっちに動いてて。任せて、私が敵の進行経路を計算する。必ず場所を突き止めてやるから。おお、レビーに任せて、他の者は出撃準備じゃ。オイラナイツを置いてきちゃった。違うよ、みんなを助けるために最善を尽くしたでしょ。はい。エルフマン、無事だったのか。リサーナが捕まった。俺がついていながら。お前のせいじゃねえ。情けないね。妹取られて敵も追わず帰ってくるのかい。カナさん、見失っちまって。見失う？リサーナを連れた敵にビーストになれるあんたが追いつけなかったっての？いい加減にしろ、カナ。だってさ。すまね、少し休ませてくれ。らしくないよ、エルフマン。どうしちまったんだ。リサーナを返してもらうため、俺はこのギルドを破壊する。エルフマン、あんたやっぱり様子がおかしいよ。なんだい、そのラクリマ。来るな！ちょ、エルフマン！邪魔をするな。邪魔をするな。邪魔をするな！爆弾！ほら、フェアリーテイル！操られているのか？このままじゃ。エルフマン、目を覚ませ！フェアリーテイル、破壊、破壊、破壊！畜生、悪く思うなよ。カードか！破壊！破壊！爆弾もカード化できてよかった。敵の場所が特定できた。見つけた。ハッピーが脱出した時はボスコ国境付近にいた。速度と方向から推測して、今はこの街の上空。向こうから来やがったか。ナツたちを助けに行こう。はい。よし、ふん。